それでは、2時間目を始めたいと思います。はい、紅茶ありがとうございます。クリスマスカップですかね。あ、トナカイが飛んでますね。あ、違うかな。あ、違うかな。はい、2人目の強盗の話です。2人目の強盗は最初十字架につけられた時は一緒に他のもう一人の強盗と一緒にイエス様を罵っていたわけですけれども、イエス様の十字架上での態度を見て、おそらく、あ、この方は本当に神の御子なんだって確信したんではないかと思いますね。皆さんもそういうふうにして救われたんじゃないかと思いますけれども、聖書を読んでて、あ、これ本当だって思った時があると思いますね。そして彼は自分が強盗ですから当然罪人だっていうのをよく分かってたと思います。で、自分は罪人だから御国に行くことはできないけれども、でも御国の位につくお月になるときは自分を思い出していただければ、それだけでも幸いだ、そう考えたんではないかと思いますね。そしたらイエス様は驚くような答えをされました。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。どうですか。自分はもう地獄行きだって思っていたら天に行けるって言われたんですね。痛くて苦しいです十字架にかかって。でも内心は喜びで満たされていたんではないでしょうかね。もう一人の強盗はどんな気持ちだったでしょう。何をバカなこと言ってんだよ、そんなのあるわけないじゃないか、死んだらどうせ終わりだよ、そう思っていたんではないかと思いますね。イザヤ書の29章の10節からですけれども、このように書かれています。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなたの目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを、あなた方の頭ですね、先見者たちを覆われたから。皆さん、眠った状態で正しい思考ができるでしょうか。皆さん夜寝て夢を見ることあると思いますけれども、そこはイエス様の教え通りの教えが理路整然と語られあるでしょうかね。まあ、ある牧師が2人で夜寝てたら、1人の牧師がメッセージをし始めて、でもう1人の牧師が真剣に、あ、なるほどなるほどって聞いてたって話なんですけれども、その牧師は寝言を言っていたっていう、まあ、本当か嘘か分かりませんけど、まあ、笑い話がありますけれども、でも私たちは眠っている時、実際に夢を見ている時に現実にそれが起こっているように感じてませんか。ですよね。でも目が覚めたら、まあ、あれと思って、まだ本当に起こったって思ってたり、余韻があったりですね、あ、夢だなってすぐ分かったりっていうことあると思いますけれども、もし主が私たちを眠りの中に閉じ込められたら、私たちが考えること、それらは全てどうなりますか。正しいことでしょうか、間違ったことですね。で、このイザヤが使わされていたところですね、イスラエルあるいはユダヤですけれども、当時の人たち、今日で言えば神学者、牧師、政治家、科学者と呼ばれる人たちがこういう状態になってしまった、夢の中に生きているようになってしまったということですね。本当に本当の現実の世界は何でしょうか。創造主がこの世界を作られた世界ということですね。アダムの罪によって堕落して死が入って、呪われてしまって、
滅びに向かっている世界に私たちは住んでいるという現実があるわけです。でも創造主を知らないとどうでしょうか。皆さん、マトリックスっていう映画見たことのある人いますか。ね、見たことのない人も多くいるのであれですけれども、もし見たことのある人がいたら、あれはマトリックスの世界、まあ、夢のある意味夢の世界が現実に起こっているかのように感じて、そういう中に入っていくわけですよね。でその中にいるとそれが現実だっていうふうになっていくわけです。まあ、今日はあんまりそれ語ってしまうとそれで終わってしまうので語りませんけれども、マトリックスの世界がおそらく相手にしているのはクリスチャンたちだと思いますね。本当は聖書の教えから離れて信仰を捨てればこんなに自由に生きられるんだよ、でもお前たちはそれに閉じ込められているっていうようなメッセージを発信しているように思います。でも実際にはですね、逆ですね。マトリックスの世界で第パート2でしょうかね、いくつでしたかね、実際に人々は寝ているわけですね。で夢を見せられているわけです。その夢の中で自分は自由に生きている状態ですね。まあ、ちょっとあんまり言うとあれなので、もし私たちがこの世の考え方が正しいと思ってしまい、この世の考えをもとに聖書を否定するようになったら、まさにこのような状態ですね。この当時のイスラエル人たち、ユダヤ人たちは人の教えを、当時の宗教を、この世の宗教を受け入れて聖書の教えを否定してしまったわけですね。そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。この幻っていうのは聖書の言葉ですけれども、主が幻として与えられた聖書の言葉が訳が分からなくなってしまったっていうことですね。封じられてしまって、例えば進化論を信じたら、天地創造の創世記一緒に書かれていることが訳が分からなくなっていきます。何バカなこと言ってるのっていうことになるわけですね。当時の人たちも創造主はいないっていう教えがありました。そこで聖書の言葉が分からなくなっていく。今日でも人の教えを信じてしまうなら、進化論を信じているなら、聖書が言っていることが分からなくなっていきます。聖書の、これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、こうあります。読み書きのできる人っていうのはどういう人かっていうと、聖書の専門家を指してますね。ここでは聖書が分かるはずの人、律法学者とか、あるいは、そういう人たちですね、祭司とか。でも彼らは聖書を信じていないので、訳が分かんないわけですね。封じられているから読めないという。今日もですね、進化論を信じる神学者とか牧師たちは、これは神話だからよく分からないよっていうふうに答えたりします。創世記一章を信じるとですね、進化論を信じると創世記一章の天地創造の意味が分からなくなってしまいます。またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。科学者にですね、聖書を見せて、でこの聖書に創世記一章って書いてあります。進化論者にですね、聖書を見せて、創世記一章をこれ読んでみてください、ここに天地創造が書いてありますけれども、これはどういうことでしょうか。そうしたら彼らはですね、これは宗教だから、それは宗教家のところに行きなさい、私は科学者だからとかですね、そういうふうに
私は聖書のことは分かりませんよって答えるっていうことですね。進化論では、進化論を信じるとですね、進化は事実で天地創造は神話っていうことになってしまいます。残念なことに多くのリベラルな牧師はそのように考えるようになってしまったんですね。最初に否定したのは、進化論が出てきて最初に否定したのは天地創造です。で、天地創造を否定したら、だんだん他のことも否定していいことになってしまうわけですね。私たちはもし聖書の一部だけ間違っているとしたら、そう信じたらですね、他のところは間違ってないってどうして言えるでしょう。自分がこれは正しいか、これが間違っているかを判断する側に回るわけですね。そうすると、聖書は宗教書だからっていう枠組みに入って、真理の書ではなくなってしまうわけですね。主に自分の計りごとを深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。この当時のイスラエル人たち、ユダヤ人たちの中に、神はいない、誰も私自分たちのことを見ていない、そう考えている人たちがたくさんいたわけですね。創造主を恐れない人たちです。創造主はいないと信じる人たちがたくさんいたっていうことです。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。陶器師っていうのはもちろん創造主を指していますね。作られた方を作られたものと同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からずやだと言えようか。今私たちは現代に生きているわけですけれども、多くの人たちが創造主はいない、創造主は私たちを作らなかったという進化論を信じているわけですね。実は当時のイスラエル人たち、北イスラエルに住んでいた人たちも、南ユダに住んでいた人たちも、そのように考えている人が多くいたんだっていうことですね。この考え方はヒューマニズムと同じ考え方です。創造されたのか、この世界が創造されたのか、それとも自然に出現したのか、こういう2つの考え方があるわけですね。で、創造か自然か、自然に出現したかっていう2つの世界観があるわけですけれども、世界観っていうのは何かっていうと、皆さんが、まあ、簡単に言えばですね、皆さんがこの世界はこのようなものだって信じている概念といったでしょうかね。ですから皆さんが話し合ったら、自分の世界観と友達の世界観少しずれてたりですね、ということはいくらでもあると思いますね。でも大枠で皆さんは同じ世界観の中に生きているわけですね。それは聖書を土台としているからです。でも聖書を土台としていない人たちは、皆さんと全く違う世界観の中で生きているわけですね。皆さんはこの世界が創造されたっていうことを信じていると思います。でも聖書を認めない世界観の中に生きている人たちは、この世界は自然に出現した、創造主はいない、そういうふうに信じているわけですね。日本ではどれぐらいの人がこの世界は創造されたと信じているでしょうね。柏原理香さんみたいに進化論を聞いてもおかしいって思う人もいます。聖書を知らなくてもですね、まあ、そういうこと人もわずかにいるんですけれども、
でも聖書を信じている人の中にも創造を信じていない人もいます。日本人はどれぐらいの人がこの世界が創造されたと信じていると思います？はい、三上さん0.01%。 はい、他の人はいかがでしょうか？松本さん少し、はい、まあ、これは統計で出した数字ではありませんけれども、感覚的に皆さんなんとなく分かると思いますけれども、ある人は三上さんみたいに 0.01% ぐらいで考える、ある人は 1% ぐらい、 1% 以下って考える人もいますし、 5% ぐらいで考える人もいます。いずれにせよ全体から見たら本当にわずかですね。じゃあ他の国々でもそうでしょうか？日本人は自分たちの考えが世界の常識だって思ってるところがあると思いますね。だから進化論を信じてない国があるなんて信じられないっていうふうにぐらい思ってるかもしれませんけれども、ゆうき君、ミャンマーの人たちはこの世界が創造されたって信じてる人はどれぐらいいると思いますか？長年住んでいて感覚的に。日本よりは多いと思うんですけど、どうでしょうかね。なんか民族とか宗教によってもちょっと、たくさん民族があるから、そうですね、一概にちょっと言えないとこありますかね。なんかそのシャーマニズムでしたっけ、そのアークレ崇拝してる地域もあれば仏教を信じているところもあるし、仏教でそこの話ちゃんと聞いたことないです。仏教の人たちが天地創造をどう理解してるのかちょっと聞いたことないですね。わかりました、はい。外国に住んでたことのある人いますか？いないですかね。はい、じゃあ松本さんはどこにいました？ペルーですよね。ペルーでは世界が創造されたと信じてる人どれぐらいいますか？でもなんか結構な割合いるっていうか、この前もインカ帝国行った時に神様が、ね、作られたとかいう、えタイムスリップしてインカ帝国インカ帝国とかそう、マチュピチュ行った時に、うん、そうですね、なんか神が作られたみたいな、その観光案内の人が言うんで、うん、結構な割合の人たちが神の創造、神が作られたっていうことは信じてるのかなっていう感じはありました。はい、はい、ありがとうございます。半田さんは国はどこですか？あ、ブラジルです。はい、ブラジルの人たちはどれぐらい創造を信じてるでしょう？そうですね、自分の予想なんですけど、まあブラジルは一応キリスト教国家なんで、まあ5割以上は信じてると思います。5割以上信じてると思いますね。はい、はい、どうですか日本と比べて。2010年に宣教師たちが日本に来た国際会議があったんですけれども、その時に私ワークショップを持たせていただいて、だいたい20人ぐらい参加してくださったんですね。でその中に1人だけ日本人がいました。でそれぞれの人たちに、あなたの国では何パーセントぐらいの人が創造を信じていますかって聞いていったんですね。でフィリピンから来た人は 95% ぐらい、ケニアから来た宣教師夫人は 90% ぐらいはケニア人信じてますよ、インドネシアは 80% とかですね、韓国は 25%、 カナダは 60%、 イギリスも 60%、 インドは 99.9% すごいですよね。私不思議に思って、残りの 0.1% はどういう人ですかって聞いたんです。
そうしたら共産主義者ですって答えてくれました。で日本人に聞いたら 1% って彼は答えたんですね。そうしたら一斉に周りの人たちがえっていう感じで振り向いたんです。世界から見たら日本っておかしな国なんだっていうことですね。実際にアフリカの国々、想像を信じている人たちはおそらく9割以上 100% 近く想像を信じている国がたくさんあると思います。それはなぜでしょうか。その国々で結城くんも言いましたけども、いろんな教えはある中で進化論は教えられてない国がたくさんあります。皆さん教育が個々人の世界観を作るって知っていますでしょうか。皆さん教えられたことの中で考えるわけですね。進化論しか教えられなかった、この世界は進化したって当然のように信じやすいんですね。全ての人がそうではないですけれども、でもおかしいって考える人はごくわずかです。素直な人はそのまま受け入れてしまうわけですよね。明治時代に、文明開化の時ですね、最初に作られた教科書、小学特本、これ師範学校なのでこれから先生になる人たちが学んだ教科書ですね。その中には、そもこの世界は全く人の住まいになるために神の作りたるものにて、世界はすなわち人の住むところなりっていうふうに教えられていました。万国史略という本、明治7年世界史の本ですね。この本でも挿絵にアダム、イブとあります。この世界は天地が創造されて存在しているんだっていうことですね。で2行目のところはですね、その後紀元前2340年の頃、神武天皇紀元前およそ1700年にあたりて大洪水が起こり、5ヶ月の間相続き水かさが増していったっていうことですね。山野ことごとく水に浸り、万物ことごとく出来没すという、世界中が水に覆われたということです。外海脈より、これは天地が始まって以来ということですね。洪水に至るまでおよそ1650年間の世を全世界と唱う。明治7年の日本の教科書です。しかれども辞席の詳しきは今を得て承認するにあたわず、詳しいことは分からないけれども、しかるにこの洪水の時ノアというものありて、あらかじめ洪水の起こるのを知り、大船を作り、その家族を乗せてこれを咲く、これに、置いて、ただノアの一家族のみついにこの難を脱し、再び前の大河の地方に住みし、こういうふうに書かれています。明治時代の教科書です。皆さんが習っていることもこれと同じですか。世界史ですよ。まだ聖書が翻訳される前です。どうですか、皆さんもこういう教科書で学んだら何を信じるでしょう。あ、こういうことがあったんだなって普通に信じられると思いますね。教育が世界観を作ります。そしてですね、イエス様の十字架のことも書かれています。左の方の左のページの4行目あたりから読みますと、大国ローマの盛んなるに及びて、ついにその属国となれるユダがですね、ユダ国が属国となった。紀元元年水神天皇10年
この国の都エルサレムの近傍においてヤソ教の祖師ヤソキリスト誕生し、長じて教えを開き法を広む。後国人これを妬み罪に陥れ十字架上に調査せりって書いてあるんですね。これを学んでいたら、聖書が翻訳されたときにイエス様は何で死んだのか知ってるって聞けば、どうしてっていうことで福音を語りやすかったと思いますね。ただこの教科書が使われていたのは明治22年ぐらいまでですね。1859年にダーウィンが種の起源を発表して、明治6年ですね、1873年にキリシタン禁令の考察が下ろされます。で、公にキリスト教を信じても罰せられないということになったわけですね。で、先ほどの教科書が明治7年に出されました。で、それを見てこれはまずいことになったと思ったのが青井川信親という人ですね。彼は進化論を初めて日本に紹介します。青井川信親という人はどういう人かというと、無神論者です。もしこの教えがですね、教科書に載っているような教えが日本で教えられていったら、この世界は、この日本は聖書を信じる国になってしまうということですね。で、明治7年に青井川信親は進化論を日本で紹介して、明治10年にはエドワード・モースという進化論者がアメリカから招待されて東京大学で教え始めます。エドワード・モースは何をしたかというと、ちょうど明治10年というのは東京大学が開校した年ですね。4月に開校して、その中には宣教師たちがたくさんいました。教授たちの中にですね。モースがやってきたのは6月頃です。したことは宣教師たちを追い出したんです。まあ、いろいろ理由をつけてですね、彼らは何の研究もしてないじゃないかということでですね、科学的成果を誰も見せてないじゃないか、自分はこういうこんな成果を出しているっていうことですね。人間的に見ればモースという人は、大森貝塚の研究とかいろいろ進化論に基づいた研究をしていて一般には認められているわけですけれども、主の目から見たらどうでしょうね。で、このモースが日本にやってきたことによって、日本の教育の中心は進化論に傾き始めます。で、右側のピンクの方ですを見ると、明治13年に新約聖書の翻訳が完了するんですね。さらに明治23年に旧約聖書の翻訳が完了します。ですね、船山新一という人が明治哲学史研究という本を書いているんですけれども、ミネルバ書房っていう出版社、今はなくて同じ本がですね、船山新一著作集という本が出てますので、その第6巻にこの本入ってるんですけれども、図書館とかに行ってそれがあればぜひ見ていただければと思います。で、その中にこうあります。そしてこの際注意されるべきことは、進化論の紹介が創世記の反駁、すなわちキリスト教批判、その限り無神論の主張という目的を持っているということであるということですね。進化論がなぜ日本に導入されたか、それは創世記を批判することを通して無神論の教えを定着させよう、そういう目的を持っていたということですね。さらに
こうあります。さらに青い側における進化論によるキリスト教批判は仏教及び神道の擁護であり、青い側信親は神道とか仏教っていうのは進化論と一緒にやっていけるんだ、でもキリスト教はそれはダメだよっていうことを言ったんですね。どうしてかっていうと、仏教であればあなた死んだら仏になるでしょ、進化するでしょ、神道であればあなた死んだら神になるでしょ、進化するでしょ、でもキリスト教は進化しないよっていう教えですね。そういうふうにして進化論と仏教神道は同じ立場だけれどもキリスト教は違うって言ったわけですね。下出俊吉はこのことを神物輸入に対してキリスト教のことですね、逆に信頼の思想進化論を持ってこれに反対しこれを阻止せんと企てたのであったというふうに表現している、このように書かれています。明治時代聖書の教えが入ってきて、なぜ聖書の教えは廃れてしまったんでしょうか、なぜたくさんの人たちが信仰を持たなかったんでしょうか。せっかく教科書で教えられていたのに、それは進化論の教えが入ってきてそれを阻止したからです。明治10年代ぐらいまではですね、同じ本の中ですけれども、明治30年代になると明治初年10年代とは反対にとあります。明治10年代ぐらいまで聖書の教えが中心になって民権運動とかそういうのが盛んになっていったわけですね。でも明治20年代特に30年代になると進化論の教えが中心になって、富国強兵とかですね、そういうことが始まっていったっていうことですね。進化論を主張とし、反対に進歩的な思想家社会主義者が進化論を主張とし、まあ、政策を繰り広げていったわけですね。進化論は社会主義の誕生発展にも大きな役割を果たしているのである、我々はこのことを忘れてはならないであろう。船山真一はこの進化論を肯定的に捉えていますけれども、私たちからすればどうでしょうか。本当は明治時代人々が救われるチャンスっていうのはたくさんあったんではないかと思いますね。それが進化論によって阻止されてしまった。第二次世界大戦後はどうだったでしょうか。多くの人が戦後直後ですね、戦争直後は学校で聖書が読まれたり祈ったりっていうことが、もちろん学校がやってるわけじゃないですけれども、宣教師が行って一緒に聖書を読んだり一緒に祈ったりっていうことが普通に行われていました。で当時多くの人たちが教会に行ったり天幕集会に行ったりですね、年配の方たちはそういう経験してる方いるんじゃないかと思いますね。私の知り合いの阿部正則先生って東京工業大学の教授だった方から聞いた話だと、当時彼のクラスメートの半分ぐらいは教会か天幕集会か行ってたと思うって言いました。で今でもそれによって牧師になった人が何人かいるよって言ってますね。第二次世界大戦後、福音が大々的に語られる時代がありました。なぜそれは定着しなかったんでしょう。それは日本に来たヒューマニストたちが学校で聖書が読まれたり祈りが行われたりっていうことを禁止したからですね。戦後の教育の礎を築いた梅根悟という人がいるわけですけれども、ヒューマニズムを日本の教育の中心に据えました。当時 GHQ マッカーサーの下に民政局 GS という部隊があったんですけれども、この GS という部隊が共産主義者の集まりでした。で彼らは
あの戦争中にあの共産主義者だからっていうことで捕まって牢に入れられた人を出して学校の教師に据えていったんですね。で、またそうですね、あのヒューマニズムを土台とした思想の一つが共産主義ですけれども、戦後教育の指導的立場にあった梅根悟という人も、デューイの教育思想に影響を受け、問題解決的学習というデューイのアイデアにのっとった提案をしたということです。で、デューイの思想っていうのは絶対的な正確な真理、絶対的にこれが絶対正しいんだっていう真理とか知識を教えるんではなくて、何が人々にとって好ましいか、それを考えてそれが真理なんだという立場ですね。自分たちが真理は何かを考えよう、誰かによって与えられるのはダメだということですね。で、またルソーの教育思想も彼は取り入れているわけですけれども、従来の価値観や伝統などの慣習から解放される必要がある。従来の価値観や伝統って何でしょう。聖書の教えですね。それから解放されて個人主義の世の中が大切なんだっていうことです。皆さんはこのヒューマニズムの教育の後ですね、何代か何世代か過ぎた後に学校で勉強しているわけですね。もし戦後すぐヒューマニズムが入ってこなかったら、もしかしたら今は日本は聖書が信じられる、当たり前に聖書が信じられる国のようになっていたかもしれません。フィリピンは 90% 以上ですね、まあ、90% 近く、あ、クリスチャンは何パーセントですかね、フィリピン、まあ、カトリックが 70%、まあ、クリスチャンも結構いますプロテスタントもいますね、まあ、そういうふうにもう当たり前にこの世界は作られた、そう信じる世界になっていた可能性がいくらでもありますね。ただ日本の教育の根幹にヒューマニズムが据えられたことによってそれができなくなってしまったっていうことです。私たちが聖書から分かるのは、最初に作られた世界、創造の6日目が終わったときに主が非常に良いとおっしゃったことですね。そこには死も滅びも何もなかった。老化現象とかですね、老化現象って言っても老化で転ぶことを老化現象っていうすいません、時々余計なことを言う病気になったりそういうことがなかったわけですね。皆さん非常に良い世界想像つくでしょうか。皆が愛に包まれていてですね、サタンはまだ堕落していなかった時、おそらくサタンは堕落してすぐアダムとエバを騙しに行ったんではないか、そう思いますね。そしてアダムとエバは、まあ、2人ともですけれども、最終的にはですね、騙されてしまって、で、あなたたちは神のようになれるんだよって信じ込まされてしまって、本当は神のようだったわけですね。神の形に作られていましたから。それなのに神のようになれると騙されてしまって、彼らは目にしたわしくですね、善悪の知識の木の実を食べてしまったわけですね。で、その後の世界に私たちは生きているわけです。ノアの洪水が起こり、バベルの塔の事件が起こり、世界中に人々が散らされたその後の世界に生きているわけですね。皆さん信じてます？信じてません？聖書は真実の歴史を教えています。でも
進化論を信じるならこんなの嘘っぱちだよっていうことになってしまうわけですね。私たちが呪われている世界に住んでいるからこそ私たちには救いが必要なわけですね。被造物も神の子たちの現れを待ち望んでいるのですとパウロが書いているのはそのためです。聖書の世界観では何が教えられているか、人生観、自分はどこから来たのか、皆さんはどうして人は存在するのか、創造主によって作られたからだということを聖書はきちんと教えています。あなたは何のために生きているんでしょうか。自分のしたいことをするためですか、それとも創造された目的があるんでしょうか。もしそうなら創造された目的を果たせれば最高ですよね。例えばペットボトルありますけれども、このペットボトルの最高の働きって何でしょう。何のためにこのペットボトルは作られたでしょう。水を入れるためですよね。このペットボトルに関してはこれ水入れられたら最高の働きができるわけです。これ穴開いてたらどうですか。失敗になるわけですよね。このカップはいろんな飲み物を入れるために作られているわけです。これをもし私がこれ気に入らないからってバシャンって割っちゃったら、これを買った人は悲しむでしょうし、皆さんもあ、この人は何をするんだって思うんではないかと思いますね。それぞれ作られた目的があります。私たちはどうでしょうか。考えたことあります。皆さん作られた目的がある。モーセとかダビデとか立派な働きをした人だけじゃないですね。主の目の前にはみんな立派な働きができるはずなんですね。それを信じるならば、自分はじゃあ何をして主の栄光を表そうと考えます。でも信じないなら、自分なんかどうせ大したことできないよって思ってたらその通りになります。私たちは創造された目的がそれぞれにあるわけですね。それを果たすために生かされているんだ。じゃあ何が自分が作られた目的なんだろう。それを試行錯誤して、それで自分にできることを果たしていくわけですね。自分は死んだらどこに行くのか。聖書は私たちが創造の目的を果たしたかどうかで判断されることを言っています。まず救いを信じたかどうかですね。救いを信じた人は御国に行くことができます。信じなかった人は地獄に行くことが定められています。じゃあヒューマニズムの世界観はどうでしょうか。ヒューマニズムの世界観をのではどういうふうに考えるかは後で話しますけれども、まずヒューマニズムという考え方がどういうものかということを、考えていきます。ヒューマニズムは進歩し続ける人生観で変わり続けるんですね。ヒューマニズムの考え方っていうのは人の今の生き方にの中でこうしたらもっといいよ、ああしたらもっといいよっていうので変わり続ける世界観、人生観なんだ。超自然主義なしに、創造主とか聖書の教えなしに、我々の能力と責任で倫理的自己実現の人生をもたらすと断言する。もうこの世界にユートピアを実現するのがこのヒューマニズムの教えだっていうことですね。それはより多くの人に幸福をという切なる願いによる自己実現を通してである。こういうふうに書いてあります。みんながこれをしたらみんな幸せになるだろうっていうことを一生懸命やって、それをし続けるとこの世界にはユートピアが訪れる、そういう考え方がヒューマニズムだっていうことですね。これはヒューマニストという雑誌の
表拍子の裏に書かれているものですけれども、毎号ですね、書かれています。でヒューマニスト協会は1941年に発足しているんですけど、アメリカヒューマニスト協会ですね。でこのアメリカヒューマニスト協会はどこにあるかっていうと、国連ビルの中にあります。ユネスコとかユニセフとかそういうのも WHO とかですね、そういうのと同列に考えられています。ということは国の、まあ、世界の政府みたいな、まあ、簡単に言えば組織が国連ですけれども、世界の政府がこのヒューマニズムで動いているって考えたらいいかと思いますね。でユネスコっていうのは特に文科省みたいな機関ですけれども、国際連合教育科学文化機関ですね。でこのユネスコを最初に、ユネスコの事務局長になった人はジュリアン・ハクスレーという人です。彼はイギリスヒューマニスト協会の初代会長ですね。で同時に、彼は事務局長としてですね、このようなことを当時言っています。ただこの今からお話しすることは、30年間は内部文書として保管しておくように、外に公言してはいけないっていうことですね。で30年経ってから先ほどのザ・ヒューマニストという雑誌にこのことが載って、初めて何が言われたかが明らかになりました。ユネスコの相対的哲学は科学的世界ヒューマニズムとすべきである。ユネスコがしようとしているのはヒューマニズムを世界中に述べ伝えることだ、ヒューマニズムの世界を作り上げることだっていうことですね。これは地球全体に及び進化論を背景とする、進化論を信じさせればそれがなるっていうことです。一つの視点からの経験、気づき、目的はさらなる人類進化に必須条件である。当時の、まあ、ジュリアン・ハクスレーは生物学者でもあったんですけれども、当時の生物学者たちは人類はまだ進化するって信じていました。で進化するためには何が必要かっていうとですね、進化の歴史をちょっと考えていただければと思うんですけれども、進化するためには前の生物は絶滅しなければなりません。絶滅の歴史を通して進化が起こってきたということですね。もし突出した何かいい遺伝子が出現したのに前の生物が生き残ってたら、そのせっかくの遺伝子が残らないでダメになっちゃう、埋もれてしまうから進化は起こらないっていう考え方が進化論ですね。で突出した遺伝子が出てきた時に他のものは絶滅したから新しいのがこう世界に広がっていったっていう考えです。そういうわけでこの進化論の考え方を、あるいはヒューマニズムの考えを世界中の人々が信じるようになったら、人間は次の段階に進化するってジュリアン・ハクスレーは真面目に信じていたんだと思いますね。もちろん政治的統一はこの状態を決定的に達成するために必要ではあるが、思考の統一は必要なだけでなく他のタイプへの統一の道を確固たるものとするのである。世界中の人たちがヒューマニズムの考え方で統一される、それがこのユネスコの目的であるということです。知ってました？30年間そのことは隠されていて、1979年に発表されました。ザ・ヒューマニストという雑誌を通してですね。もし1941年にそのことが発表されたら、当時はキリスト教国ですね、アメリカ、ものすごい反対を受けたはずです。でも1979年のアメリカっていうのはだいぶ緩くなってきましたね。ヒューマニズムの教えがどん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 信じられるようになっていた時です。だからどんどん応援されるように変わってきたわけですね。はい、じゃあヒューマニストっ
ヒューマニズムっていうのはどういう教えかっていうことですけれども、ヒューマニストマニフェストというのが書かれたのが1933年です。でこれはだいたい15項目からなっているんですけれども、ヒューマニズムを通して私たちはこういうことをしますっていう政権公約のようなものですね。で第1項がこれです。宗教的ヒューマニストは宇宙が創造されたのではなく独立自存したとみなす。ここで宗教的と書かれているのは、ヒューマニズムに宗教的とか宗教的じゃないヒューマニズムとかがあるんではなくて、ヒューマニズムっていうのは宗教だよっていうことをみんな知ってるわけですね。本当にヒューマニズムを知っている人はですね、多くの人は宗教っていうのは神とか仏とかを信じるのが宗教だと思っているかもしれません。でも宗教っていうのは何かっていうと、これが真理だっていう何かを信じることですね。それが宗教です。ヒューマニストたちは自分たちもこれは宗教だって分かってるわけですね。でその宗教的ヒューマニストがまず信じているのは、宇宙が創造されたのではなく独立自存したっていうことです。要するに無神論を信じる宗教である、これがヒューマニズムであるっていうことですね。皆さん知ってました、昨日お話ししたのをそのまま、一昨日ですか、話したのを皆さん真面目に、皆さん真面目に言ってるんですけれども、きちんと学んでくださったので、ヒューマニズムっていうのは無神論の宗教であるっていうことですね。2番目、ヒューマニズムは人類が進化の一部で、自然の一部であり、連続した過程の結果出現したと信じる。これは進化論を言っていますね。知ってました皆さん、ヒューマニズムは進化論を教えるための、進化論を信じる人々が信じるようになるための宗教だって。3番目、ヒューマニストは生命が有機物であるという見解は保持するが、生命が肉体と精神からなっているという伝統的な二元主義は拒絶しなければならないことを見出す。人は霊を持たない、そう信じるのがヒューマニズムだということですね。唯物論、無神論、進化論、唯物論、これがヒューマニズムの土台となっている考え方です。これが書かれたのは1933年で、今から90年ぐらい前ですね。で、この教えに従って多くの人は考えるように教育されてきました。どうでしょうか、だいぶこのような考えって入ってきていると思いませんか。皆さんは学校教育を受けている中で、私たちはこれからヒューマニズムを教えますよって先生は言わないわけですね。でも教えられている内容はどうでしょうか。皆さんはイエス様があなたを救ってくださったんですよ、信じますかって教えられました、言われました、学校で。言われないわけですよね。この世界は神様によって作られたんですよって教えられました、教えられないですよね。まるで神様はいないかのように学校で教えられていたんではないかと思いますね。神様がいるっていうこと自体、誰も教師は語らないです。ということはイコール神様はいないっていう概念が教えられるっていうことですね。はい、また休憩の時間になりました。はい、いつも刺激でトンボで申し訳ないですけど